チャーハマーナーサは、6世紀半ばから12世紀末に、かけて、北インドのラージャスターン地方に存在した、ヒンドゥ王朝。ラージプートの王朝でもある。チャウハーン朝とも呼ばれる。首都は、アジュメール、デリー。6世紀半ば、ラージプートのバースデーバによって、チャーハマーナーサが、ラージャスターン地方に創始された。とはいえ、その当時はまだ、ラージャスターンの小国で、 8世紀にプラティーハーラーサが成立するとその支配下に入った。この王朝はどうやら単一の王朝ではなく、ラージャスターン地方やグジャラート地方の各地に小勢力が散在していたと考えられており、ラージャスターン中央部に存在したシャーカンバリーを拠点とした一族がプラティーハーラーサで風神として頭角を表した。 チャーハマーナ・アサは勢力を拡大し、同様に独立したマールワーアのパラマーラ・アサと同盟を結び、グジャラートのチャウルキア・アサと構想するようになった。やがて、10世紀半ばに、デカンのラーシュトラクータ・アサが、北、インドに侵攻すると、プラティー・ハーラ・アサの全軍が防衛に当てられたのを見て、反乱を起こし、同世紀後半のシンハラージャの時、ラージャスターンで独立を達成した。 また、十一世紀初頭に、アフガニスタンのイスラーム王朝である、ガズナーサが攻めてくると、ラージプートの王朝と連合して対抗したが、千十八年に、主家であった、プラティーハーラ朝は事実上滅亡した。十二世紀初頭、アジャヤラージャの地勢、チャーハマーアナーサは、堅牢な山城のある都市、アジュメールに拠点を移し、アフガニスタンのガズナーサとグジャラートのチャウルキアーサに、 備えた。1119年、ガズナーサによって拠点の一つ、ナーガウルが、ガズナーサによって占拠された。だが、アジャヤラージャの、ムスコアルノーラージャが、アジュメールの郊外で、ガズナ軍を撃退し、領土も同時に回復した。そして、12世紀後半以降、ハリアーナー地方のトーマラーサを従属化に置いたのを、はじめ、周辺の勢力を、 サーマンタとして吸収し、急速に勢力を拡大した。また、その過程で、デリーや、ハーンシーを獲得した。同世紀末、チャーハマーナー朝はカナウジのガーハダバーラーグジャラートのチャウルキア朝ブンデールカンドのチャンデーラーを圧倒し、北、インドで、最も強制を誇っていた。また、その領域は、デリー北方から、パンジャーブ島南端。 ラージャスターンに及ぶ広大なものであった。プリトビーラージャ三世この王朝で最も有名なのが、12世紀末の王プリトビーラージャ三世である。この王の知性、チャーハマーナーサは、最盛期を迎えたその知性、チャーハマーナーサは、ブンデルカンドのチャンデーラーサの領土に侵攻して、領土を拡大しようとした。だが、これは、 結果的に領土の拡大には結びつかず、そればかりか東隣のガーハダバーラ朝の王、ジャヤチャンドラとの関係が悪化した。関係悪化の原因の一つは、プリトビーラージャ三世とジャヤチャンドラの娘との関係だった。ある時、ジャヤチャンドラは、自分の娘の向こう選びに、各地の省に手紙を出し、首都カナウジに来るように伝えたが、プリトビーラージャ三世は、 敵国の王だったため拒否された。だが、プリトビーラージャ3世は、従者とこっそりとにやってきて、ジャヤチャンドラの娘と恋仲になり、勝手に連れ去ってしまった。このフィクションと思える話は、物語誌に歌われ、後に、チャンドバルダーイーが、プリトビーラージラーソーという文学作品を出しているが、 ジャヤチャンドラは娘を連れ去られたことに激怒し、この一件は隣接する両国の関係を悪化させた。そして、アフガニスタンでは、11世紀後半に、ガズナーサに代わって起こったイスラーム王朝のゴールワーサが、台頭し、1190年にチャーハマーナーサの領土に、侵攻した。プリトビーラージャ3世は、チャウルキやチョ朝やパラマーラーサなどに呼びかけ、 ラージプートの連合軍を結成してその名手となったが、ガーハダバーラーサのジャヤチャンドラは恨みがあったのでこれには加わらなかった。彼自身も、ハイカのサーマンタからなる大軍を招集した。こうして、1191年、ゴーラーサの軍とラージプート連合軍がデリーから約150キロのタラーインで交戦し、数で有利だったラージプート連合軍が勝利し、 ゴール軍は撤退した。しかし、翌1192年の第二次タラーインの戦いでは、ラージプーと連合軍は前回と同じく有利だったにも、かかわらず敗北し、プリトビーラージャー3世は捕らえられた。プリトビーラージャー3世は捕らえられた後、ゴールーサの下でのアジュメール王として従属することとなったが、ほどなく殺害された。殺害の理由の一説には、 独立を図ろうとしたという説がある。プリトビーラージャ3世の殺害後、その息子ゴービンダラージャは、ゴール朝に功能を収めることにしたが、その功能の額は、非常に重かった。そのため、プリトビーラージャ3世の弟、ハリラージャは、不満を持ち、1193年に、アジュメールから、ゴービンダラージャを追放し、自ら王となった。同年、 ゴール朝の武将クトゥブッディーンアイバクはデリーを占拠した。1195年頃にハリラージャはデリーを奪い返そうとしたがアイバクに逆に攻められアジュメールの戦いで敗れチャーハマーナ朝サは滅んだ。とはいえハリラージャはラジャスターントータンのランタンボールを拠点にランタンボールチャーハマーナ朝サを創始した。ありがとうございます。